収益を2020年の東京オリンピックの会場整備費などに充てる宝くじが昨日から発売されました。昨日から全国で販売が始まったのは2020年の東京オリンピック・パラリンピックを支援する東京2020大会協賛くじです。1枚500円で1等前後賞を合わせた賞金は3億円です。発売額の75億円のうち収益およそ10億円がオリンピックの競技会場がある自治体に配分され、会場の整備費などに使われます。オリンピックが協賛する宝くじの販売は去年に続いて2回目です。